いや本当に来ていただけるのかなとちょっと思ってたんですけど、 MA に限らず、はい、まあ、もう本当いろいろ聞きたいんですけども、はい、岡村社長 の、 あ、はい、あの経緯をちょっと。ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。いやついに来ていただきましたね。いや本当に来ていただけるのかなとちょっと思ってたんですけど、もう見ての通りですね、東証マザーズ、2489アドベンチャー社、岡村社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。岡村です、よろしくお願いします。まだもう MA に限らず、はい、まあ、もう本当いろいろ聞きたいんですけども、はい、岡村社長の経歴ですね。あ、はいはい、経歴で言うと、あの中学卒業して、まあ、高校に、はい、あの2ヶ月ぐらいですかね、行って、で、まあ、社会に出て働きたいなと思って、東京の営業会社、そこで1年半働いて、で、でそこのこう先輩が、そのもう営業を極めるんだったら、うん、その大阪に行った方がいいよっていう、そのアドバイスをその、受けて、じゃあつって大阪に行って、で大阪の営業会社2年半2年半で、まあ、合計4年その営業会社で働いて、はいはい、でちょうど、まあ、僕が20歳の時にちょうど4年目なんですけど、ちょうど2000年なんですよね。2000年、はいはいはい、でその時にちょうどサイバーエージェントさんがこう上場をするしないみたいなのがこうニュースに出てて、でそこでこうサイバーエージェント藤田社長がこうインターネットもすごいぞと、まあ、これからこう広告も金融も、もういろんなことをインターネットを変えていくからっていうなんか話をこうされてたんで、はい、これはすげえなと。で当時僕あの換気扇のフィルターをその飛び込みで売ってたんですけど、これはもう換気扇のフィルターなんか売ってる場合じゃねえなと。まあ大事ですけどね、はいはい、まあ、そう、もちろん大事なんですけど、もちろんすごい大事なんですけど、はい、ただもうそんな場合じゃないな。まあ、これはもう今すぐインターネットだっていうことで、でもうその会社辞めて、はい、ですぐサイバーエージェントさんに応募して、はい、応募して、はい、でまあもちろんその僕中卒ですし、20歳でインターネットも知らないんで、うんうん、まあ、応募した時点で断ってくるんだって。なるほど、はい、もうそこはもう予想してたんですよね。そうなんで、そのもう自家製の履歴書を作って、その営業会社で4年こういう実績があって、で、まあ、インターネットのことは知らないんだけども、うん、その気合はあるぞと、うんうん、だからそので当時サイバーエージェント藤田社長が週に114時間毎週働いてるっていうのをこうジャパニーズドリームって藤田社長の本に書いてあったので、俺はもう124時間働くと、はい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 、で、まあ、給料もいらないと、はいはいはい、で経費も自分で負担するし、はい、で必ずストップになるし、はい、もういつでクビにしてもらっても構わない、でも何のリスクもない、提案書を書いて、でそれをこう送ったんですよね。あ、ちょっと鳥肌もんですね、はい、これ、はい、したら面接ぐらいはしてくれるかなと思ったんですよ、ね、はいはいはい、面接になったらもう机にしがみついてもう俺は入社するまで帰らないって。なるほど、そこれをすごい想定してたんですね。だからもう絶対に入社できると思ってたんですけど、あのそれで断られちゃったんですね。あ、そうきたかと。あのじゃあもうこれは社長に直談判するしかないなっていうことで、はいはい、そうマークシティに行って、はい、で藤田社長がその会社に出勤するところを、はい、その待ち伏せて、あのその手紙を渡して、はい、で入社を検討してもらうかなと思ったんですね。出待ちってやつですね。出待ち、そうなんですよ。したらマークシティさんって、はい、あの入り口3つあるんですよね。ありますね。そうなんですよ、上の方と、そう、そうなんですよ、そうなんですよ、そうそう、あと駐車場からと、あ、駐車場からも、はい、3つあるんですよ。はあ、はあ、で、あ、なんで、まあ、はい、大体このどれかから来るはずだと。岡さん、はい、面接のための準備とか。そうそう、で初日はその一番大きい入り口で待って、はいはいはい、でさすがにこっからもしかしたら社長だから来ないかなと思って、今度は裏口の方で1日待って、はいはい、でその翌日駐車場で待って、はい、で3日待ってたんですよ。へー、それでも会えなかったんで、はい、もう今度はもう会社に勝手に入るしかないなと思って、そのちょっと待ってあの会社にその、はい、社員の方と一緒にこう、はい、社員っぽい顔して、で社員の方と一緒にこうエレベーター上がって、で社員の方がこう会社に入っていくときに一緒に入って、はいはいはい、でここ多分藤田社長の机じゃないかなと思う、まあ、はい、まあ、なんせもう不法侵入じゃないですか。あれ、これ良かったかな、この感じで。まあ、はい、まあ、でももう、はい、あれですよ、
20年前の話ですよ。まあそうっす、だ当時は良かったんで。そうっすね、当時はそういう時代だったんで、はい、確かに確かに、はい、確かにそうっす、はい、時代は変わりましたね。そうっす、はい、今はダメですけど、はい、当時は OK、まあ、確かに確かに、はい、机の上にその手紙を置いて入ったんですね。そう入って置いてで走って逃げてきた。走ってそ う, そ う, うわーすごい。あの、まあ、一応その僕がやれることは全部やったんで、はい、あのでこれでダメだったらもう自分でやろうっていうのを決めてて、はい、でダメだったんでじゃあ自分でやろうっていう、はい、めちゃくちゃ面白いな、ちょっと聞きたいんですけど、はい、そろそろ時間なので。あ、すいません、すいません、いいですか、はい、それちょっと尺長すぎました。超面白い、途中カットしてもらってじゃあちょっとまた次回、はい、M&A バッジぜひ、はい、またよろしくお願いします。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。